では対戦よろしくお願いします。 DC ダルマ来たか、ダルマ来たか。このパターンか。ダルマって意外と早いよな多分。いや、このまま行こうか。一応効果はするのね。で、これで下がる。これ気悪かな。うわ、耐えれないな。ゴレムチやっぱ強力やな。で、目に聞こうか。そうやな、目に付けて粘っていかないと。じゃあ、レッツクいこうか。入れ替えてくるかな。そうやな、入れ替えてくるね。だるま置いときたいよな。カビゴンが来たということは、悪味型とかかな。食べ残しか。そうやな。悪味型かもしれないな。身代わり張っていくか。身代わりと呪い痛みだけうまいこと活かしていきたい。ヘビーボンバー。強力やなぁ。食べ残しなぁ。奪いたい。って食べ残しが取れんのええよなぁ。よし。粘っていきたいな。相手、ダルマ、ギフダルマもいるし、ヘビーボンバーが強い。一回化けの皮は剥がれるけど、呪い使っていこうか。どうしていいかな。これ身代わり削ると、呪い使って、身代わり使って、回復する。身代わりやな。使う技を間違えるとあかんから、悪循環やから。まあ、ヘビーボンバーやな。まだ火花の実残ってるから、ここで痛み分けやな。化けの皮がまだあるから、あ、ここでダイマックスか。おー。呪い型ではないってことやな。きたー。ダイマックスターンを枯らしていきたいな。ミミッキやられるときつくなってくる。ちょっと体力もらって、ダイスチル。で、バケの皮を置いて、これでまあ剥がされるけど、あとは身代わりでいけばいいね。防御上げてきてるからね。食べ残しがな。まあ、食べ残し回復するのうまく使って痛み分けやればいいんだけど、あんまり防御上げられんのもな。
良くない、よろしくない。しかも相手ダルマもおるし。身代わり行きますか。クライマックスターンはとりあえず枯らしていかないと、勝ち目がない。うん、まあ、痛み足うまくいったから、身代わりでいけるね。防御上げてくる。消える。なんとか粘っていかないとな、二人も。あと一旦。身代わりやね。よし。防御やんな。これでダイナックスターン終わるから、オッケーオッケー。身代わり置いときたいんやけどなぁ。あくびとかされたくないし。でも相手はそれを潰してくるから。これでダイナックスターン終了と。身代わりやな。ヘビーボンバーきつい。で、ミーンが発動と。ヘビーボンバー。この技がなくなったらいいんやけど、あの技がな、ミーキに対して刺さるから。いやー、食べ残し。食べ残しでいいよな。よし。まあ、身代わりやな。俺はもう、身代わりやわ。ヘビーボンバーと身代わりって感じやんな。あー、ただあれか、次あれやな。ちょっと、やばいな。ヘビーボンバーって、あれ何タイプやったっけ？ヘビーボンバー、あ。ヘビーボンバー強いんやなぁ。あ、鋼タイプやな。どうしようかな。まあ、アッパスダイナックスにいいんけどなぁ。よし、まあ痛み分けていこうか。あ、忘れてた方がいいかな。オッケー、全部回復。一発全部回復してていいんだけど、あくびが来る。これ、呪いしていこうか。ちょっとでも威力を。あくびされたらなぁ。ここでやられちゃうよなぁ。で、まあ、呪いが刺さって、だから食べ残しがきついな。結構いった方ではあるけど、どうしよっかな。入れ替えてきそうやんなぁ。メロメロしても意味ないか。今、全部行こうか。
突っ込める。ヒヒダルマ。これ倒したいな。ゴリム中の。呪いこれで解除やな。ちょっと体力を削ったのは大きいけど。ゲーム張ってって感じやな。これで倒してもらって。これ倒さなかったらやばい。オッケー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 。よし。今一つやんな。カビゴン。うわ。これ、アクルされたら最悪やんな。あ、でもあれか、ダイストリームってとか状態以上回復できるか。そうやな、ダイストリーム絶対撃っとかなあかんわ、ここ。倒したいけど、多分一撃じゃ難しいから、状態以上回復できるから、多分アクルしてくるんちゃうかな。残るよね。攻撃してくるか、あの、あくびか。あくびやな。あくびきたね。食べ残し。あくびが痛いんだよね。ダイストリームやな。ああ、守るがあるやんな。で、あ、でもダメージ食らうかな？いけるかな？オッケー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 。ダークビでしっかりと眠らせてくるってことやねんな。これがな、これがきついな。あ、走れんのか。おー。ここは、メロメロ行こうか。ムーンフォースか。そこ、下がりたくない。下がったか。で、まあ、そうか、絶対レイン刺さらへんねんな。待って、雨が何ターン？雨が2ターンか。そしたら。眠りますか。アイテムが早いから、ダメージ食らってからの、特攻はあんま下げないでね。そしてメロメロでなんとか行きたいな。草タイプの技覚えてたらきついやろうけど、ムーンホースはきついな。よし、ちょっとこれでおとなしくしてもらって、雨が上がっちゃった。なんとか体力は回復できたから、確か氷タイプには、あ、メスフェアリーか。やから、生きるのか。メロメロ状態。ムーンホース当たるね。結構食らうな。特攻下げられたからな。あ、でも一段階か。草タイプなんか覚えてないってことかな。決めていって、メロメロ、メロメロ。当たるか。
マジか。よっしゃ。ふう、危なかった。ミューズフェアリータイプやもんな、アシュレイの。オッケー、対戦ありがとうございました。では、対戦よろしくお願いします。やっぱヌル来た。ヌル来ましたか。ってことは、電磁波とか凍える風とかそんな感じやんな。カブトアーマー。電磁波やと思うから、入れ替えていきますか。そうやんな。なあ、ってことはカビゴン入ってる、くる可能性も高いな。ひるませるか。これでいこうか。よっしゃー、オッケー。これは大きい。これは大きいわ。あ、ドゥンパッパ来たか。ドゥンパッパ。ドゥンパッパに有効な技ないもんな。水草やもんな。アイテム割っといた方がいいかな。アイテムのパーティー的には。どれを置いてた方が、いや、いけるか。いや、入れ替えよう。ちょっと何のアイテム持ってるか気になる。これで、スイスイ。入れ替えマックスやな。ドゥンパッパ、どんな感じなんやろな。これに有効なポケモンがいなかったから使ってくるとは思ってんけど、どんな感じなんやろな。踊ってたね。どんな技使ってくんだろう。水、まあ、水草かな。よし、よく耐えた。で、まあ、水はこっちにとっても好都合で、あ、命のためやな、ははは。は、そしたら、まあ、サーナイトちょっと倒れちゃうけど、入れ替えちゃったらいいね、アイテムはね。オッケー。そしたら、いきますか。命のためは奪っといた方がいいわ。まあ、相手素早さは上がるけど、ダイヤです。あー、天気変えてきたか。ちょっとは、ラプラスの出番か。おっすー。いきますか。で、ダイオード使おうか、まず。そうしよう。ダイマックスターンを消費して、2ターンあれば、巨大戦術と、水の大スリーに行けるから、あれは絶対やっとかないと。でも入れ替えてくる可能性
入れ替えとかないな。オッケーオッケー。ここはしっかり守っていて、うん、まあ草タイプの技はあるやろうからな。まあサーナイトが耐えてくれたし、命の弾取れたからそれが大きい。ライスクリーム耐える。うん、で氷はこっちも効かへんもんな。で相手はまずは巨大戦列やな。リーフストーム食らうねー。で特攻が下がる。オーラブール貼っとかないとあかんな。であともう一発耐えてもらうしかないな。耐えてもらってまあまたドルイドもおるから、大ストリーム今一つだけでいこうか。耐えてよー。これはオッケーオッケーオッケー。うん、で倒せたら最高なんやけどな。残るか。どうしようかな。相手絶対草タイプの技使ってくるな。ちょっと待てよ。まあ眠るでいいか。攻撃してた方がいいかもしれないけど、これ外れたらいいんやけどな。オッケーオッケーオッケー。で耐える。でしっかり回復する。あ、これは成功やわ。うん、そしてこのコンボが成立したから、あと相手一体何か分からへんけど、もうここは攻撃やな。リーフストーム。オーロラベール貼ってるからね、よかった。貼ってなかったら終了。オッケーオッケーオッケー。これで一番心配やった。ルンパッパがオッケー。うん。リーフストーム強いもんな。ボトムも使ったりするけど。で、ポサイドン。あー、これはメスか。まあこっちよりのやつもあるもんな。効果抜群与えるとちょっとあれやから、これでいこうか。ロックブラストか。2回どうしようかな。ハイドロポンプ、いやーでも弱点保険怖いもんな。絶対レベルいこうか。外す。あ、やばい、オーロラブールが、いや、マジか。カーラーリなぁ、オーロラベル取れるもんなぁ。弱点保険とかちゃうかなぁ。
これはもう一撃必殺で決めたいな。うん、怖いもんだって。オッケー、しゃあ、では対戦ありがとうございました。